アビアンカ航空五十二便墜落事故は、アメリカの東部標準時九百九十年一月二十五日二十一時三十四分頃、アビアンカ航空のボーイング七百七型旅客機が燃料切れを起こし墜落した航空事故である。事故機機体番号、h k 二千十六飛行サイクル、約六万1時間機体年齢、二十二年機体は九百六十七年に、 製造され、1977年に、パンアメリカン航空から移籍した。乗員、9名乗客、149名飛行経路52便の座席表この日、アビアンカ航空52便は、ニューヨークのジョン・エフ・ケネディ国際空港に向けて、メデジンのホセ・マリア・コルドバ国際空港を離陸した。なお、ホセ・マリア・コルドバ空港は52便の途中経由地で、あり、 最初の出発地は、首都ボゴタのエルドラド国際空港であった。米国領域に侵入後、悪天候による空港混雑のため、ノーフォーク付近で19分、アトランティックシティ上空で29分、そして、目的地である JFK 上空でも30分近くにわたる上空待機を指示された。当日、JFK 周辺の天候は、暴風雨で52便の他にも、 かなりの数の待機機があった。この時、CVR によると運行乗務員たちは待機に対して文句は言っていなかった。JFK 上空において52便は航空管制からすでに2度のエフックの通知を受けてずっと待機状態を続けていたが3度目のエフックは21時10分と告げられた。これに対して52便の副操縦士は 燃料が残り少ないため着陸を優先してほしいと返答した。ATC は直ちに対応したが、この時点で緊急事態の意識はなく、単に着陸の順番を繰り上げただけだった。52便は通常手順でアプローチを行ったが、滑走道端から数キロメートル、高度およそ500フィートで、ウィンドシアに遭遇し、降下率が増大し、グライドスロープから、 逸脱、高度は100フィート程度まで下がり、対地接近警報装置が動作した。燃料が残り少ないことは承知していながらも、機長は、着陸また行することにした。墜落時の様子再度着陸侵入のため旋回中、燃料がなくなり、第3、第4エンジンが停止した。その後に第1、第2エンジンが停止した。エンジンがすべて停止し、 高度を維持できなくなり、52便は JFK から約 24km 離れたロングアイランドのコ部ブネックに森林をなぎ倒しながら墜落した。事故機の残骸墜落の瞬間機体は全部、中央部、尾部に分裂したが燃料がほとんどなかったため火災は発生せず、生存者が多かった。乗員乗客158人中、生存者85人。 死亡者は73人だった。死亡者の中には大破した、操縦室の中で死亡した、コックピットクルー3名も含まれる。機体前方部の残骸散らばった、事故機の残骸墜落の直接原因は、待機飛行が予想以上に長引いたために搭載した、主燃料、予備燃料ともにすべて使い切り、エンジンが停止し墜落したことである。NTSB の事故報告書では、 この事故の主たる原因は運航乗務員の残念量々の管理に落ち度があったこと、及び ATC に対して時期が緊急事態であることをまさしく伝えるためのコミュニケーション能力に問題があったことなどを挙げた。また、悪天候下の海外港密度空港に着陸する、サイのアビアンカ航空の運航管理システムによる支援をクルーが利用しなかったことや FAA においても、 残念量の状態に関して用語が標準化されていなかったことなどにも間接的な原因があるとした。さらに、ウィンドシアやクルーの疲労、ストレス等が1回目の着陸の失敗に影響する要因になったとも述べた。コックピットから ATC に対して時期の着陸を優先してほしい旨伝えた際に残りの燃料に関するやりとりがあり、 ATC のどれほどの燃料が残っているのか代替着陸地はどこかとの問い合わせに対して52便の副操縦士はあとおよそ5分間待機できるがそれができることのすべてだ代替着陸地はボストンだだがもはやそこまでたどり着く燃料はないと答えている副操縦士は蒸気の無線通信により時期が 緊急事態であることを伝えたと考えた。だが、ATC は緊急事態とは捉えていなかった。事実、その後の ATC による指示は、着陸の順番を繰り上げただけであって、緊急着陸の手順ではなかった。このことは、コックピットクルーにも十分に理解できることであったのに、そのまま指示に従って着陸しようとした。また、 ATC との無線通信は CVR に記録されている限りすべて副操縦士一人が行っており、緊急という用語は最後まで一度も使われなかった。このようなミスをした理由として、スペイン語、優先には、英語の、緊急という意味合いも含まれるため、直訳の英語、優先で伝えたことによる、意思疎通不足が原因と、この事故を取り上げたテレビ番組、メーデー、に、 航空機事故の真実と真相で語られている。ありがとうございます。